歩数系アプリで、えー、コインとかポイントを貯めようってことで286枚ギフト券交換だとあこれ交換まだできないか、えー、コインを使う選べるペイと交換500枚貯めると、えー、例えばペイペイ50円分とかこうやって交換できるんですね今286なんであとちょっとですねでこれね毎回ね歩数ねあの やるんですけども、なかなかね、4000歩だ、1万歩だって大変だと思うんでね、携帯電話振ってください。<laughs> 振ってくださいとにかく。そうすると、歩かなくてもその場でできます。こうやって更新、更新ってやれば。本当はずるいけどね。ポイントはもらいたいよね。もらい忘れとかもらいそびれとかもったいないんでね。やむを得ないときは振ってください。歩数計アプリとかでね、ポイ活やってる人とかはね、多分こういうのやってると思うんですけどね。 やっぱりこうポイ活主婦みたいな人とかもいると思うんですけど、ね、時間ない中家事やりながらってでも携帯振れば歩いたことになるかっていやずるでもちゃっかりポイントは貯めるみたいなこれもそれのパターンです4,000歩貯めるとポ,ポイント抽選のくじもらえてそれ当たるとアマゾンポイントとかそういうの貯まったりとかねこんな感じでね 今、2109歩歩ってることになってます。今、振ってるだけです。でこれちゃんと更新、更新ってやると増えるでしょこうやって。ちなみに、他のね、アプリも入れてて、トリマっていうアプリあるんですけど、これも、あの、ここのマイルのところ、交換、交換すると、<laughs> えっとねあ、これはあれなんだけど、商品引き換え券 <laughs>、えー。ファミリーマート500円分お買い物券。 これ5万7500ポイントも貯めなきゃいけないんで大変なのと、えー、ミスドで200円分これ2万3000ポイント貯めなきゃいけないんですけどまだ9000ポイントなん、ね、でこれ移動した時にもらえるやつとあと歩数のやつでこうやってねたまるんで動画見てってこういうコイン60ポイント貯めたりとかね。 あとこうやって歩数って押して、こう、携帯振ります。携帯を振ります。今2145です。歩数こ更新すると2163になります。これを繰り返すだけで、携帯をめちゃくちゃ振ってください。で振って更新ってやって、こう、歩数を稼いで、で、ある程度500ごとに、あのー、動画見ての抽選になるんで、それでコイン貯めてもらって、で、ポイカツのその、 なんだろう500円分までたまるまでとかそういうのだったらね振るだけなんでねあのクロスワード解いてとか間違い探しやってってやつもあるんだけどまあ面倒くさかったりいろいろあるよねそういうポイ活のやつもあるけどこれ振るだけなんでねあの手首とか疲れない程度にただこは実際歩くとなるとね本当に4,000歩だ1 10万歩だって結構大変なんでねあの。 こうやってふ携帯振ってもらえれば歩数は一応ごまかし効くんでねこうやって更新させてあげてマイルとかねポイントとかを貯めてくださいっていうことで歩数計アプリはねそうやってちょこちょこや,やりやすいんでね、まあ、まあぶっちゃけ振るだけなんで、まあ、これがずるいっちゃずるいんだけどまあね 短時間でお小遣い稼ぎとかポイント稼ぎって考えたらまあこういう方が効率いいのかもしれないね。まあ時間はかかるけど毎日コツコツやっていけば自然とマイルとかポイントは貯まると思うんでね。2500本。まあ、こんな感じでねでさっきのアプリもそうだけどアルコインってやつなんですけど。 2,515だけど更新して2,522とかってこうやって振ってるだけなんですけどちゃんと歩数はちゃんとカウントしてくれてます。で目標これだったら4,000歩数貯めればなんか抽選できるみたいなやつなんでこれガーって振ってもらって歩数をこうやって2,581だとかってこうやって更新してもらってまあやるだけなんであの。 どっ,ちどっちがいいのかな歩数計でこう振ってやるのとまあずるいけどねずるいけど振ってやるのとあとクロスワードちょこちょこっとナンプレとかあの数字入れたりちょこちょこって間違い探しやったりしてあの抽選やるのまあもちろんね当選確率はランダムだと思うのでね、まあ、当たる当たらないは別としてこの時間効率とかそういうのを考えた時に。 こう歩数計アプリ何個も入れといてこうやって振れば連動してみぜ 4, 4アプリ5アプリでね歩数貯まると思うんでちょっとずつポイント貯めて商品引き換え券500円分とか1000円分とかってちょこちょこってこっちのアプリで貯まったこっちのアプリで貯まったってやるのもねいいのかなと思いますただなかなかね1000円とかね1万円とかねでっかいあたりはなかなか引けないのでねほんと1円10円の世界ですけどね。 だからアプリ併用で歩数計アプリでポイントポイ活みたいにできるやつだったら10個ぐらいアプリ入れといてひたすら振りまくれば歩数カウントになるんでで抽選とかね、あのー、そういうのでポイント貯まったりする系のやつ多いと思うんでよしお2898だから歩数計アプリを例えばにまあなん容量次第だけど 5個とか7個とか入れといてで振りまくる <laughs> 振りまくってポイントとか歩数とか稼いでみたいな感じですねまあ効率いいか悪いかっつったらどうなのか分かんないけどまあねあれですよクロスワードとかああいうのをちょこちょこっとやるのよりは楽だと思いますというわけでね、まあ、ポイ活主婦とかすごい人もいるんでねまあどうやってやってんのかなって勉強しながら <laughs> 俺もポイ活 ちまちまと貯めていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイバイバーイあと948だ終わりです。バイバイ。